ちジュース買ってきたよ。はい、ひなが1号でだっけ。あ、うん、ありがとう。姫様にはミルクティーをお持ちしましたわ。だからそういうのやめてって。しかしまさかこの私がパシらされるとはね。誰が買いに行くかじゃんけんで決めようって言ったのはあやめちゃんだよ。うん、昔はそんなこともあったがの。おう、おやめちゃん、私のはあるよ。はい、コンポタ。いや、スポーツドリンクだし、頼んだ通りだし。あ、そういやさ、まゆ先輩今日は調子悪いの？あ、いきなりなんで？教室戻ってくる途中、保健室から出てくるのたまたま見えたからさ、なんかあったのかと思って。え？2年は前の時間外で体育だったっぽいし、見学とかだったのかね。そうなんだ。わ、ちょっとこれコーヒーだし。あら、やだ、うっかりですわ。もお、お姉ちゃん。マイ、よかった。これからお昼でしょ。お弁当どこかで一緒に食べる？いい、美術室行くから。お、部活よ。次のコンクールに出す課題作品、私が書くことになってるの。それで昼休みまで？締め切りまでそんなに時間ないの。そっか、忙しいんだ。そういうこと。集中したいから放っておいて。他に用もないんでしょ。うん。お昼くらいでわざわざ2年の教室まで来ることないのに。え、ああ、いや、それはたまたまだって。そう、中庭の方でお弁当食べようかなって。1年の教室からだとこっちの廊下通る方が遠回りじゃない？ああ、そういや、そうだね。あんまり鬱陶しいことしないで、恥ずかしいから。うん、わかったけど、さっき保健室にいたって聞いたからちょっと心配で。なんですって？それは友達の付き添いで言ってただけよ。本当に？本当よ。いいから、あんたはそんなこと気にしなくていいの。うん、わかったらそこどいて。あ、まゆ。あれ、これ、マユが落としてったのかな。マイのやつ、なんであんなに私のこと気にするのよ。なんで私が勝手に怒ってるだけなのに文句言わないのよ。そりゃ会いたくないわけでも一緒にいたくないわけでもないけど。ああ、もうめんどくさい。あ、よれ、教室戻らなきゃ。でもたまにはちょっとぐらいなら休んでも。うん、ダメよ。これくらいで内心に響いたら嫌だし。とりあえず、この絵だけでも片付けないと。せっかく、いい感じに仕上がりそうなんだから。うん。準備室に入れておけば、見つからないわよね。お姉ちゃん。あ、マイ？何しに来たのよ。ごめん。けど、これ拾ったから。この手紙、これさ、もしかして。まあ見られたなら別に隠す必要もないわね。そうよ、今朝靴箱に入ってたの。差出人、同じ美術部の男子だったわ。でも気にしないで、もう断ったものだから。え、けどこれ開けてない、読んでないんでしょ。別に相手が誰だろうと関係ないもの。
どのみち誰からこんなことをされたって断るつもりだし。ちゃんと向き合わなきゃ。ダメだよ。はあ？そういうの、マユらしくない。もういい。マユは、みんなに期待されてるんだから。らしくないって何なのよ。だったら、何にでも応じればいいっていうの？違う、そういうことじゃ。なんでそんなこと言うのよ。何も分かってないくせに、勝手なこと言わないで。そんなの、分かってなくなんか、ない。だったら、私が答えたいのは、舞からの期待だけ。舞以外のこと、考えられるわけないじゃない。だからいつも、そうするふりだけ、格好だけ。私は、舞みたいに強くは、まっすぐには、なれないのよ。もう、なんか、わけわかんない。どうしろって言うのよ。私は、やらなきゃいけないこと、やってるだけなのに。お姉ちゃん、やっぱりなんか、変だよ。無理してる。何？無理って。なんというか、なんとなく、そんな気がして。だから、わけわかんないんだけど。うん。もういい、戻る。あんたも早く行かないと、授業始まるわよ。ちょっと待って、マユ。呼び捨てはやめてって言ってるでしょ。あ、ごめん、お姉ちゃん。なんなのよ、イライラする。なんか、ダメだわ、今日は。本当に、ごめん。そんなつもりじゃ。はぁ？そんなってどんなよ。どんなつもりだって言うのよ。いや、だから。いいから、もう、ほっといて。今は、気分が悪いの。それなら、なおさら。だから、ほっといてよ。話したい気分じゃないの。待って、お姉ちゃん。もう、来ないで。ちょっと、大丈夫？お姉ちゃん。ねえ、お姉ちゃん。しっかりしてってば。お姉ちゃん。うるさい。怪我してない？ねえ、聞いてる？お姉ちゃん！マユ！マユ！ちょっと転んだぐらいで、そんなに騒ぐんじゃないわよ。もう、最悪。